皆さんこんばんは。上村直子です。もうね、暗い時間になっちゃいましたけど、今日は、なんだ、夢の話？多分ですね、今週の金曜日のてててTVでは、フルーツ娘についての話をすると思うんですね。ご存知の方は知ってると思うんですけど、山梨県の甲州市で PR 活動をする、甲州市の活動、PR とか、あとフルーツの PR とか、でそれを、大体30歳ぐらいまでの方が PR 活動をするっていうもの、それがフルーツ娘っていう活動なんですけど、約2年前にね、私がそれにチャレンジしまして、まあ、こんなに年でね、それに応募する人もいなかったんですけれども、その受け入れてもらったわけですね。でそこから、まあ、夢に向かってる話とかを多分させていただくことになると思います。まあでも山梨県に来たのがね、もう13年前、もうすぐ14年になるのかな。そこからね、すごい変わりました、だからフルーツ娘になる前までもすごく変化があって、まずだって山梨に来た頃って何にも資格も何もなかったので、最初の1ヶ月間はね、あの引っ越しの荷ほどきをして、普通の専業主婦をしたわけですね、でもね、耐えられなかったんですよ。毎日、まあ、ある程度片付けが済んで終わっちゃうと寝ちゃうんですよね、よくね、昼寝をしちゃう。本当にね、そうすると、それはそれでいいんだろうけども、私からすると、なんか専業主婦でいるっていうのは、家の中の家事が仕事になるのかなっていう気がしていて、やらなきゃいけないものになっちゃうわけですよ、家事がね。なのに寝ちゃうんですね。そうすると、昼寝から起きてきて夕方、ああ、また今日もやっちまったなみたいな、罪悪感が生まれちゃうんですよね。これじゃいかんなと思って、ね、だからといって家のことを一生懸命やることなんか多分山ほどあるんですけど、一生懸命やりたいかっていうとやりたくはないわけなんで、外に出て仕事をすれば、まあ、家の中の家事はそこそこでもしょうがないねっていう理由になる。それがあったので働き口を探したんですよね。で実はね、その頃は免停の頃で、まあ、そこの免停になっちゃうのもスピード違反なんですけども、まあ、事情があってね、主人が鹿児島の出身で、そこに、まあ、ちょっとおじいちゃんが危ないということで急いで帰った。その道すがらでスピードを出しすぎるわけで、まあ、そんなこともあって近場でね探して、確かですよ、35歳までのすき家のアルバイトの募集があったんですよ。で、すき家さんってね、時給がちょっと高かったので、そこだったら自転車で行かれるしと思って応募して。でも、電話で応募した時に、もう36歳になってたんですよ、私。で、年齢聞かれて、36歳なんですけれども、まだなったばっかりなんで、大丈夫です、全然、みたいな、無理やり申し込んで。で、お店に行ったらね、そのぐらいのことは、あんまりこう、なんていうんですかね、こだわらなく面接してもらって、まあ、働いたんですけどね。そこから半年ぐらい働いて、その後にはグリコの仕事をしたの。これでも話し始めるとえらい長くなりますね。そこまで話す時間はないな。お腹空いてきたし、ちょっと端折って、その頃にそうだ、あの本を読んだんですよ。はい、ロバート清崎さんの金持ち父さん、貧乏父さん。私多分あると思うけど、準備しとけばよかったですね。ね、こうちょっと厚めの本があるんだけど、それを読んでファイナンシャルプランナーになりたいって思ったんだ。で、その勉強をしがてら、まあ、グリコの仕事してる時にもそれを、あの資格を取り始めてたんですけど、そこから初めてこれやりたいと思うものに向かって動き始めて、
で無事に資格を取って、でそこから修行を積み始め、でたまたま、協同組合山梨県 FP センターというところで職業訓練を受けたご縁から、そこにもちょっとの隙間に潜り込んでいたわけですよね。そしたらそこがたまたま職業訓練やってて、キャリアコンサルタントの資格を取ることになって、まあ、いろんなそのご縁からですね、自分が、あ、これやりたい、これになりたいっていうちっちゃい目標に向かって、まあ、目の前のことを一生懸命やってきたっていう感じですけども、やっていったらいつの間にかその人の前でセミナーみたいにして喋ることが結構好きなんだなとかいうことも分かってきたり、でそこはそこでね充実してたんですけども、まあ、ある、かわいいブルーハウスという建物を見つけて、いやここで何か活動したいみたいな思いが湧き上がってきて、でファーストシップっていう任意団体ですね、あの山梨でいうと無人の会みたいなものの、まあ、あの最初にやろうと言い始めた言い出しっての一人として活動を始めるわけですね。それが約3年半ぐらい前、それが結構大きな転機でした。そこでね、初めてね、自分自身を見始めたんですよね。今まで外ばっかりをこう気にして見てた感じ。だから、自分が例えば疲れてたとしても、何か求められるものがあるんなら、OK っていう方が楽だったし、そうするべきだって思ってたし。でもそれって本当は、自分を生きてなかったんだなっていうことが今だと分かります。で、まあそこからの流れの一つにフルーツ娘があったんですね。この辺ね、もっと詳しく話したいですね。だけど、まあ、フルーツ娘に関して多分金曜日はお話しすると思うんですけども、またその撮り終わった後、テテテを撮り終わった後に思ったことを動画で伝えようかなと思いますので、よかったらまた見てください。なんかね、今日取り留めもなくダダダーってなっちゃいましたけど、ちょっとね、一個一個丁寧に話すにはね時間かかりすぎると思うし、もうちょっと私の中でもポイント整理してお話ししようかなと思います。とりあえずはテテテでお会いしましょう。そしてその後にまた収録後にきっと多分撮りますので、それも見てください。では今日はこの辺で、バイバーイ。